欧州3大会すべてにセリエ A 勢が残ってることが発覚してしまう。欧州カップ戦の決勝に進出しているセリエ A 勢、CL、インテル、EL、ローマ、ECL、フィオレンティーナ。え、セリエ強くね？今年はセリエが強いね。セリエ復活してきたな。イタリア熱すぎ。イタリア勢総なめって流れに期待。セリエ勢せめて一つは取りたいな。もうここまで来たら可能性は低くともイタリア勢3連覇とか見てみたい。いつもは軽口叩きながら水面下で蹴り合って、画面外で殴り合ってるのに欧州の舞台に戻ってきたセリエ勢見て喜ぶセリエファン好き。CLEL ECL 全部セリエ勢が取ったらガチおもろいプレミアキッズがどんな言い訳してくるか楽しみだからマジ頑張れ。全部負けそうな気がしちゃうのもセリエ勢。